シュバシ共和国は、ロシア連邦地域管轄区分の一つ添い、ボルガ連邦管区に属する共和国である。首都はチェボクサル。ボルガ川上流域に位置する。西に、ニジにニノブゴロド州、北に、マリエル共和国、東にタタールスタン共和国、南に、モルドビア共和国、ウリアノフスク州と隣り合う。134万6300人の人口のうち、 60.9%の79万4800人が都市に住む。68%がチュバシ人。27%がロシア人。3%がタタール人。主要な宗教は正教。公用語はロシア語とチュバシ語。16世紀半ばまで火山半国の半島に含まれていたが、ロシアに併合される。チュバシ人は18世紀に正教に改修した。 1920年に、チュバシ自治ソビエト社会主義共和国として設置された。ソビエト連邦の解体に伴い、1991年より、チュバシ共和国。現在の大統領は、ミハイル・イングナチェフ。チュバシ共和国は、ロシア連邦の中では裕福な地域の一つである。自動車工業、軽工業、木材加工などが主要な産業。共和国最大の都市。 首都チェボクサルの人口は約42万人。2番目に大きな都市はノボチェボクサルスク。他にカナシ、アラティリなど。この地域はモスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で、過時間はない。ありがとうございます。